平野紫耀、背部遺跡を蹴っていた戸部で神宮寺騎士との音楽活動を優先かわか。今回は音楽界で話題の動きに焦点を当て、元キングプリンスへのメンバーである平野紫耀さんについての興味深いエピソードを掘り下げてみたいと思います。滝沢秀明氏が新たに立ち上げた会社、戸部 から、平野耀さんと神宮寺祐太さんが SNSA で情報発信を行っていますが、この記事では、平野耀さんの異なる進路についての情報を明らかにします。彼がジャニーズ事務所を離れ、戸部に参加する前、どのような選択肢が彼の前に広がっていたのでしょうか今年5月22日、平野耀さんは金プリを脱退し、 ジャニーズ事務所を退所しました。このタイミングで業界内外で話題になったのは彼のハイブ遺跡説でした。韓国の大手プロダクションであるハイブは BTS を含む数々のアーティストを抱える存在で平野志耀さんのソロアーティストとしての活動を期待していたことでしょう。 週刊女性詩が平野紫洋さんと神宮寺祐太さんが戸部に合流することを報じ、その後、公式 YouTube チャンネルで正式発表が行われたことは記憶に新しい。しかし、当時、平野さんには戸部だけでなく、背部への遺跡も選択肢として残されていたことが判明しました。 背部側は平野氏洋産に対し、ソロアーキストとしての活動を期待していましたが、条件面での折り合いがつかなかったため、この道は選ばれませんでした。平野と共に戸部で再始動した神宮寺だけでなく、9月末に退所が決定している岸優太も、また、年内には戸部に入ることが確実視されています。現時点では、 平野と神流寺の活動は SNS の更新しか行っておらず、騎士の退場を待ってから本格的にスタートする予定です。この3人での音楽活動が来年以降の飛べの核となるでしょう。平野さん自身もこの形がベストだと判断しているのかもしれません。ハイブと飛べ、どちらに転んでも5人でのグループ活動は実現しませんでしたが、 この決断が正しかったのかどうかは、来年以降の本格的な活動を待つしかありません。音楽ファンとして、今後の彼らの活躍に期待しましょう。結論。平野志耀さんの音楽活動に関する選択肢について、多くのファンが関心を寄せています。ハイブアービーの遺跡の可能性が報じられた際、多くの期待が寄せられましたが、最終的に都米への合流が決定しました。 この決断が彼らの音楽活動にどのような影響をもたらすのか来年以降の展開を注視していく必要があります。音楽ファンとして彼らの成功を願ってやみません。